はい、こんにちは。フィフスの堀です。今日は、センターパートスタイルのスタイリングの仕方をモデルくんを用意して、リアルに家でも再現できる簡単なやり方でやってみたいと思うんで、ぜひ見ていってください。はい、じゃあ今日協力してくれるフィフスアシスタントの海野くんです。お願いします。22歳。はい、22歳です。で、この子の部屋は僕がカットしてるんですけど、カットベースはセンターパートで、後ろはね刈り上げてないんですけど、まあ、僕はハンサムショートとか言ってるんですけど、まあ、襟足の残してるセンターパートのスタイルって感じです。で、カットラインは、まあ、やや前下がりで、かなり重めにこうバツッとラインが出るようなイメージで切ってますね。で、やっぱりそのまんま何もせずにってなると、こうちょっとペタッとしちゃうんで、この前髪の立ち上がりだったり毛流れみたいのをドライヤーを使ってやっていきたいと思います。多分家でも使えるテクがあると思うんで、実践してみてくださいね。ねってやだね。いいっす。いきます。トリートメントつけます。リケラエマルジョンですね。ミルクタイプの保湿力の高いトリートメントです。もう全体の中間毛先につけて、海のはハイライトを入れてパーマをかけてっていうのを繰り返してるんで、かなりのハイダメージ網なんで、しっかりケアをしないとバッサバサになってしまいますね。後頭部には下から熱を当ててボリュームを出すように、襟足は押さえるようにしてあげてください。そうするとコントラストがついて頭の形がより綺麗に見えます。サイドはブラッシングするように指を通しながら後ろに流すようにドライしてください。そうすると綺麗に毛流れが揃ってくれます。作っていきます。一番ボリュームが欲しいんで、ここはもうがっつり立ち上げるようなイメージで左右に振りながら乾かします。ここまで来たら分け目を決めるんですけど、海野は、前髪の生え癖がやや左を向いているので、左寄りの6対4ぐらいのパートで取ってあげると、前髪の根元に立ち上がりがつきやすいので、そこで分けてスタイリングしてみたいと思います。センターパートといっても、6対4ぐらいのボリュームのあるシルエットにしてあげるとメンズにはハマりやすいので、そちらの方がおすすめです。前髪は生え癖を利用して根元にトンネルを作るような形にして、熱を当てて固めてあげます。そうするとふわっとおでこと前髪の間に空間ができてボリュームをキープするので、やってみてください。で、トップには山を作るように鉢回りを抑えて、トップにボリュームを出してあげるようにドライすると、ひし形のシルエットに近づいていくので、やってみてください。極端なんですけど、こうやってここにボリュームがあるんで、ここが締まってくるんで、ひし形のシルエットを作りやすくなってくる。ライトサイドって言って量の少ない方のサイドはボリュームはいらないので、こめかみを抑えるようにドライで形を作ってあげます。で、毛先はどうしても前に行きやすいので、後ろに指で折り曲げてあげて熱を当てると流れてくれます。海野の場合はパーマがかかっちゃってるので、ドライで跡がつきやすいっていうのもあるんですけど、やっぱり直毛の人とかはどうしてもドライだけでは跡がつかなかったりもするので、そういう方はパーマをかけてあげるのがおすすめです。で、もうこれでだいぶいいベースが
一瞬でできたんじゃないでしょうか。まあ大体3分ぐらいってイメージですかね。せっかくなんでちょっとこだわってみます。後頭部により丸みを出すためにブローブラシを使ってよりボリュームと丸みを出していきます。まあこれはね、家でやるのは難しいかもしれないんで、ちょっと参考までに見てみてください。もっとふわっとよりボリュームが出てくる。襟足は飛ばせてあげるよ。ちょっとここら辺重いっすね。ちょっとこう重いんで減らします。って感じでできたベースがこんな感じですね。こう前髪がふわっと立ち上がりながら後ろにこう流れてくれるような綺麗な毛流れセンターパートみたいな感じですかね。6対4にしてあげることで縦長のシルエットを作れるんで、ど真ん中だと髪の毛がないんで、あの真ん中にボリューム出せないので、6、4ぐらいにしてここに髪の毛を持ってきてシルエットを作るっていうのをやってあげるっていうイメージで分け目をずらしてますかね。よし。でワックスをつけます。ムデニカナチュラルとレタッチのバームですね。1対1ぐらいのイメージで混ぜてつけます。ワックスは後ろからつけて、前は手串を通すように中間毛先につけます。根元につけすぎるとワックスの重さでぺったんこになっちゃうんで、あんまりつけすぎないようにしてください。全体なじませてあげて、まあこれでももういいんですけど、ちょっとよりちょっときれいめにしたいときはこういうコームみたいのを使って毛流れを揃えてあげる。ともこうきれいにさらっと美しい毛流れが出るんで。で最後にまだちょっと手に余ってる部分をここの前髪を立ち上げてる根元にちょっとだけつけてあげます。これでまあこのスタイリングで出たら1日もっと思います。ちょっと1日中風の強い日の外にいるとかだと厳しいかもしれないんですけど、まあね、オフィスワークだったりとか地元とかで家にいる日とか普通に学校行く日とかだったらこれで十分なんじゃないかなって感じですね。逆にセンターパートはハードすぎるスタイリング剤をつけるとパキッとこの毛流れがなくなっちゃうんで、硬すぎてちょっと相性は悪いのかなって感じは僕はしてます。正面を顎のラインからひし形で作ってあげるようにシルエットを整えてあげると綺麗に見えます。でサイドは毛を流しながら、ここを2対1で作りたいんで、ここの襟足を押さえてあげてつむじからボリュームを出すように、ふわっと。ここはね、もう空洞になってるんですけど、こうふわっとボリュームを出してあげると奥行きが出て、外国人みたいに頭の形が綺麗に収まってくれるんで、ちょっと横顔もね、意識してやってみてください。いい感じだね、いつも通り。いつも通りだな。こんな感じです。多分慣れれば本当に3分から5分ぐらいでできるのかなと思うんで、家でもぜひチャレンジしてみてください。特別な道具とか一切使ってないんで、本当にドライヤーしか使わずにここまでいけるんでね、本当にまあ何回か練習してあげたらすぐできるんじゃないかなと思うんで、レッツトライでやってみてください。はい、ありがとうございました。ご視聴いただき、もう本当にナチュラルセンターパート、ナチュラル毛流れセンターパートみたいなスタイルをドライだけで作ってみたんですけど、本当に使ったのドライヤーとスタイリング剤だけなんで、
もう誰しもが家にあるドライヤー、まあ、ワックスはねちょっとないとやっぱあの質感は出ないと思うんですけどってやってみたんで、多分本当に家でもちゃちゃっとできちゃうと思うんで、ぜひチャレンジしてみてください。なんか分かんないこととかあったらコメント欄に書いてもらえたら、文章で伝えられる範囲だったら返事しちゃうかもしれないんで、ぜひ置いていってください。この子も僕2年ぐらい切ってるんですけど、毎回ドライの仕方教えてて、できるよね。全然できるんです。本当に5分かかんないぐらいでしょ。はい、本当にそれぐらいできちゃうと思うんで、ぜひやってみてくださいね。本気であれば2分。本気であれば2分。そうだね、本当に寝坊した日2分で終われる、うん、スタイリング剤は何使ってるの今は。あ、レダチのバーム。ちょっと海の難毛なんでね、レダチのバームとかすごい合うかなって感じがします。やっぱ髪質によってでもスタイリング剤もやっぱ向き不向きはあるんで、一概に誰しもが今日のモデニカとレダチのバームを混ぜるっていうみたいのでベストなのかって言われたら、ちょっとなんともってところはあるんですけど、まあ、いろんなの使ってみて自分にベストなのを見つけられるといいのかなと思うので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。